皆さんこんにちは畑コンサルタント株式会社古畑達夫です利益は現場から出るお合言葉にお伝えしています今回は年間業務の平準化をお伝えします今回の達成目標です年間業務を平準化する手法を 理解するることができる年間の業務を平準化すると人手不足もしくは人手余剰を解消し生産性を向上することができます。では中身に入りましょうまず平準化の目的は品質と担い手育成確保ご覧になっていただいているスライドは年間の工事件数の概念図です。 年末から年度末に向けて工事件数が増えますそして春から夏に向けて工事件数が減りまた年末から年度末に向けて増える繁忙期と換散期の工事件数の幅は2倍程度とも言われていますこれを繁忙期の仕事量を減らし換散期の仕事量を増やすこれが平準化です 平準化の目的は2つありますまず一つは品質確保人手不足の時がある時は現場で働く人の能力が不足をしていたりもしくは特貫工事になるということで品質が下がる可能性があります。担い手の長期中長期的な育成確保。 これから若い人がどんどんこの業界に入ってきていただかないといけないわけですけれども忙しい時は休みがないぐらい忙しく暇な時は何か毎日休みばっかりだったり仕事がなかったりするそういった不安定さがあればやはり若い人がどんどん入ってくるという状況にならないこれも目的です。では平準化することでどんな効果があるんでしょう 人材や機材の実働日数が向上します技術者・技能者の処遇が改善します年間通じて働ける環境づくりであったりね休日の確保であったり賃金水準の向上であったりします建設生産システムの改善により生産性向上します品質が確保され現場の安全性が向上します そして建設業の機械保有が促進することで災害時の即応能力が向上するこれは成り立つと地域にとっても非常にありがたいことになります。とはいってもどうやって平準化すすればいいんですか年間の平準化するのは発注者の役割じゃないですかとお思いの方もいらっしゃると思います。 どうすれば平準化を進めることができるのか。私たち建設会社の努力で平準化する手法を三つです。まず一つ目、閑散期に受注します。それは増客戦略安定戦略があります。二つ目、繁忙期から閑散期に施工時期をずらします。後期の前倒し先送り。供給を需要に合わせる。勤務時間の分散化、まあ年間休日を工事量に合わせる。もしくは。 設備機械を保有しないデンタルの利用ということですこれを図面に示しますこのように換算期に受注するのが1番繁忙期の受注量を前後にずらすのが2番そして供給を需要に合わせるで体制を考え直すこれが3番です では具体的にどのようにして換算金に受注すればいいんですかというふうに思われている方もいらっしゃるでしょう。換算金の受注方法を考えよう。ええ一番顧客創造の方法です。売上高はこのスライドのような式で表されます。A 客数かける B 客単価かける C 購入頻度 イコール売上高になりますさてこの表は横軸が顧客数つまり先ほどの式の A 客数というものを表しています客数が増えれば売上が増えるということですねそして縦軸は売上 A です B 客単価そして C 購入頻度 これがあかかってきます。で、それぞれの客お客様あたりのま売上ということになるわけです。売上を上げるためには、安定戦略と成長戦略と言われるものがあります。安定戦略っていうのは、個別のお客様の売り上げを上げていく方法です。このためにはまずリピート受注繰り返し繰り返し、同じお客様から。 受注ができるようにするこれは一言で言うと顧客満足度を上げるまあロイヤリティを上げるとも言いますねそうすると発注時期をちょっとずらしていただくことも可能になるわけです施工力アップこれは原価を下げたり工期を短くしたりしてですね、施工力を上げることでお客様に喜んでいただき施工時期を動かしていただくことが できるブランド戦略エンゲージメントと書いてますけどもあなたの会社なしでは困るのよとあなたの会社がなくてはダメなのよとお客さんに言われるほどブランドを上げるそうすると私たちが選んだ日程で施工することができるこのことによって同じお客様の売り上げが上がります。 一方成長戦略は客数を増やすわけですす客数を増やすためにはどうすればいいかというとですねまず1番地域の拡大と拠点の展開やはり地域によっては仕事のあるタイミングがずれたりしますからそのことで閑散期の仕事を増やそう。2番事業の多角化や総合化まあ多角化というと。 土木から建築を増やすとか不動産を増やすリフォームを増やすなどで施工時期をずらしていこう新規事業新商品の開発例えば太陽光などという時期に応じた新商品を増やしていく4営業ネットの拡充例えば振興法を得てそれをフランチャイズ化して地域に拡大する。 営業方法の多角化これは技術営業として技術者がですね営業していくこのことで客数を増やしていくこれを成長戦略と言いますまあ、とは言いましても具体的にどうやってやればいいんですかという声が聞こえてきそうです実際に実践している事例です技能者を一流に育てると行列のできる建設会社になる これはある地方の中小建設会社ですこれまで技能者は外注をしていましたがある時から高卒の新入生を技能者として育成するそして寮を作りました寮に入れて7年間育成するわけですもちろん当寮親方が教えるわけですで、7年後一流になって仕事をこなしていくということになりました そうするとお客様からすると社員の技能者もしくは大工さんが仕事をしていただくのでとっても安心ですし教育もも行き届いいいてますから対応も非常にいいそうするとお客様は喜んでですねあの大工さんにしてほしい。 まあ大工さんが指名になるわけですもしくは紹介して妹や兄弟にだに、ね「あの大工さんいいよ」みたいなねことを言うとです、ね、注文が来ると大工さんは言うわけです「ちょっと今は無理ですと」とただ「月後なら、OK、ですあいいいいもうあな,たのあなたに作ってもらいたいので3か月も待つわ」ということで施工時期を調整することができ年間業務を平準化することが実際に できています是非技能者を育てることで行列のできる建設会社になり業務の平準化という事例をお話をいたしました。年間業務を平準化すると人手不足の解消人手余剰の解消をして生産性をアップすることができます。 次回は社内業務の効率化をお伝えします。またお会いしましょう。